はい、チョイテックコーナーです。まあ、あんまりないんですけれども、ニンニク剥くとき、まあ、玉ねぎと一緒でこの繊維に沿ってですね、こう何回もこうやると、まあ時間がかかったりとか、まあ剥きにくいですよね、ちっちゃくて。なのでまあ先に水につけとくとか、こうジャムのケースにポンポンって入れてこうシャッフルするとか、いろいろ、まあなんかいろんな方法があるんですけども、僕らがまあ普段例えばパスタとか他のソースとかで半割りとかで使うときですね、にやる方法をちょっと紹介したいと思います。もう超簡単です。包丁入れてくるっと回すだけなんですけれども、頭の方から包丁をこう入れていきますと、ペティナイフで、この途中ギリギリのところで止めます。これですね。で親指でニンニクを押さえてぐるんと回すだけですね。で反対側もぐるんと回すだけですね。これだけです。頭の方から入れて完全に切らずにここで止めると、ここで止まってます。でこれでぐるっとカットとペロンと向けると、こう目が出てますので、目の下に包丁を入れてぐるんと返すだけで目も取れるし皮を向けると。もう一回ですね。頭の方から包丁を入れてぐいーっとギリギリまでいきます。で包丁返す、違うですね、ペロンと剥くと。で反対側も、まあ、こういうもう状態なんで切っ先をこう目にこう沿って入れて返すと、まあ、目も取れて皮も剥けると、この1枚でペロンと剥けるってことですね。別にもし目が残ってたらペロッと取ればいいだけなので、ちょっと倒してあげて、頭から包丁入れてギリギリまで、こういうふうにちょっと返した方がいいですね。でペロンと剥くと、でつながったものなんで、これ目に沿ってこう包丁を入れて目を起こしてこのまま剥くと、そうすると目と皮がついたままで一気にペロンと皮を剥けますよってことですね。頭の方から包丁入れてぐるっと回すと、で剥けますよね、ぐるっと。でこう残ってますんで、この目の下に包丁をこう入れてぐーっと沿わせていきます。で起こしたところでこっち側にぐるっとまた剥くと、目も取れて皮も剥けてますよ、で手元に全部残ってますよっていう、まあ、こういう剥き方ですね。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、こんな感じでもっと早くね、ビッてピッピッピッてピッペッペッケッケッっていう風にやってますということで、よかったらちょっとやってみてください。それでは今回は、はい、ということ で動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければいいね、高評価ですね、するとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたらぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ、何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラポクシェンのポ。はい、ということ で動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければいいね、高評価ですね、するとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたらぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラポクシェンのポ。